はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと後ろは違う関係ないんだけど、京都に来てまして、僕がね、やってるあのラーメン、新商品開発、明日ね試食会があるんだけれども、そのために前乗りでね京都に来ておりまして、今日はね一日予定がないので、いろいろと撮影をしていこうかなと思います。で、本日訪れておりますのがこっちですね。ちょっと逆光なんで映せなかったんですけど、ズンベラ屋さんという、まあ大食いの方もかなりの数来てるかな。大阪の方に本店があって、本日お伺いしているのが京都の支店ということで、こちらのお店さんではですね、チャレンジメニューが何種類かあるんですけれども、初来店ですのであまり無理せず、まずはですね 3.5 キロの重量、まあまあ楽しみながら食べられると思うんだけれども、そちらのですねチャレンジメニューに挑戦していこうかなと思っております。もうそろそろですね約束の時間となりますので、お店の方に入ってですね、そちらのチャレンジメニューに挑戦していきたいと思います。ということで、ただいまですねズンベラ屋さんの店内に入っておりまして、すでにですねチャレンジメニューについては注文しているんですけれども、お、来た、お、でんかさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、話をしている前にですね、早速到着しました。今回挑戦するのが 3.5 キロのチャレンジメニューということで、もういろいろ具材が乗っかってるんですが、今ねメニュー表を取ったので、そちらは別で載せておきます。で、制限時間が30分でございますね。で、成功の場合ですとお題が無料プラス商品券が2000円分、で、ね、失敗してもこれ2600円ですから安すぎる。で、まあその他にも 5.5 キロのチャレンジとかもあるんだけれども、こういったねちょっと見えるかな、唐揚げとか、こちらのね学生3人チャレンジ盛りとか、比較的ね大きくないチャレンジメニューなんかもあったりはするので、ぜひね皆様もこちらのズンベラ屋さんでね美味しいチャレンジメニュー食べていただきたいと思うんですけれども、早速ですね僕の方はこちらの 3.5 キロのチャレンジメニュー開始させていただきたいと思います。いや、すいません、よろしくお願いします。はい、じゃあ3秒前から、はい、3、2、1、スタート。じゃあ、ありがとうございます。じゃ、いただきます。よし、ちょっと揚げ物からいっちゃいましょうか。うまそう。これね、まずはこれ揚げたてのコロッケかな。いただきます。うまっ。熱々ホクホク、めっちゃうまいわ。うん、うまっ。カツもいっちゃおう、これ。うまっ。うん、いや、ご飯が欲しいわ。うん、うまい。うまっ。タルタルのイカゾーンやべえな。ちょっとここら辺やばいわ、タルタルがすごい。なんだこれ、エビか。見てこのエビ、タルタルだらけ。これ持っただけでサクサクだもんな。いくよ。ちょっとこのお店の揚げ物がうますぎる。さっきもねお話しした通り、今日僕一食目なんですよ。これが一食目、がっつりすぎ。
うまっ。ちょっとこの辺りでこの唐揚げいっちゃいます。みんなもうこれなんか絶対うまいじゃないですか。いただきます。これうまっ。あのこれ食えたら京都まで来た甲斐があったわ。それぐらいうまいわ。うまっ。そしたらそろそろねこのちょっと黄身割っていきますか。ちょっとこの芯は手元で取らせてくださいよ。これうわちょっとこれともうハンバーグとかやばいんじゃないの。これ絶対うまいね。絶対うまい。いただきます。うんまっ、うん、あれ男の子の夢みたいなおかずしかないねこの中には。すごいな。今オープン直後なんだけどさ、もうお店はほぼ満席だからね。相当人気店なんだと思うわ。うますぎ。でもやっぱり 3.5 キロだと普通の方だったらまあ絶対無理だと思うんだけど、僕らにとっては結構軽い重量じゃないですか。でもね、まあ、揚げ物が中心なんで通常の 3.5 キロとかでも全然、ね、重たく感じますね。満腹感結構くるもんね。本当に炊きたてのお米ギュッと入ってるから全然冷めないわ。熱さがやばい。もう始まってからだいたいね13分ぐらい経ってますけど、ちょ半分以上は減ってるかな。だってこっからどんどんスピードが下がってくる時間だと思うんで、ちょっと急がないとやばいと思う。ガチモード入ります。
これカツうまっ。ちょっと今さチャレンジメニューモードになったんだけど、一回このカツがうますぎて引き戻されたわお肉がねめちゃくちゃ柔らかいっすわこれ。今ねこれようやくこれで僕の大好きな最後で食べようと思ってるねこのクリームコロッケ以外の揚げ物は完食しましたね。残り10分以上ありますし多分余裕かな、そしたらこちらがですね最後の具材クリームコロッケでございます。はい、ごちそうさまでした。いいよ。ということで本日のチャレンジですね、6分17秒残しということで23分43秒かってことでございました。間違ってないよねいやちょっとね僕の動画の方ではかなり久々なチャレンジかなとは言っても、まあ 3.5kg また全然増えるな。今はね正直5とかでもかなりきついけど、まあ 3.5 ぐらいであればね全然お話もできるし、食べようと思えば次食べれるけど、揚げ物尽くしでね今日はね1食目からこれをいただけて最高の、まあ、朝食というか昼食ですね。こうやってね久々にチャレンジをすると、まあ、楽しいなと思いました。チャレンジメニューね今回いただいたし、大食いの方は大体チャレンジメニューだと思うんだけど、それ以外にもね結構ねスタミナ系のメニューが多かったりとか、あと個人的にネットで上がってきた一番気になるメニューがあったんだけど、これだこれ超高カロリー定食ってやつなんだけど、税込みで1870円なんだけど、なんと1食でですね3436キロカロリーもあると腹ペコさんでも満足できるような美味しいメニューがたくさんあるみたいなので、ぜひね大阪の方でこちらの京都の店舗とお近くの方はですね、ぜひこのズンブラ屋さんで美味しいメニュー食べてみてください。今後ですね僕まだまだ関西の方は全然開拓ができてないので、どんどん遊びに行きたいと思います、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルの活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。僕のね動画の中ではかなり久々のチャレンジメニューでございまして、重量ね 3.5 キロだったので、まあ余裕ではあるんだけれども、やっぱりねこれチャレンジメニュー久々にやるとこれはこれでね面白いなと感じましたので、今後もですねちょっとずつチャレンジメニュー系だったりとかデカ盛り系もね増やしていければとは思いますが、早速ですね本日のコメントコーナー、前回のですね武蔵屋日吉店さんの動画から引用させていただいております。まず一つ目のコメントはこちらなんですけれども、これそうなんですよ、僕若い頃家系とか食べに行った時はね、このキャベツが入ると甘みとかまろやかさが増すので、なんかこうガツッとしたものを食べに行きたいのに、こういったキャベツ合わないなって個人的には思ってたんですよ。でもだんだん年取るごとにこのキャベツのうまみ役割のすごさ、これをねすっごく体感しております。本当にですね、あのガツッと強いパンチのある家系とかでも、こうじんわりとした優しい甘み、うまみを持たされて、それはそれでまた美味しいので、ぜひですね、このキャベツ試したことない方は一度家系のラーメンの方にキャベツ入れてみてください。絶対美味しいと思います。そしたら続いて2つ目のコメント。武蔵屋さんとかね、ラーメンシリーズ以外にもこういったハンバーガーのシリーズをやっていただきたいというコメントでして、
まあ武蔵屋さんのようにね、同じような屋号で FC とかのチェーン店とかで味が違うっていうのがね、多分ハンバーガーだと難しいと思うんですよね。おそらく世の中にあるハンバーガーチェーン店さんって基本的にはレシピ一律だと思うので、ちょっと味の差がなくて、そういった、同じ店舗の食べ比べってのは結構難しいと思うんですけれども、確かにね、いろんな個人店さんのこのハンバーガーショップ、世の中にたくさんあって、まあ、いろいろね味全然違うと思うので、このハンバーガー紹介するそんなシリーズ確かにあってもいいかもしれません。ちょっとですね検討させていただきます。てかシンプルにハンバーガー食べたい。そしたら、最後ですね、本日3つ目のコメント。しばらくですね、僕自身もこういったチャレンジメニューだったりとかデカ盛りというものをなかなかねやってない期間もすごく長かったのにもかかわらずですね、こういった今でもですね、応援コメントといいますか、求めていただけるコメントいただきありがとうございます。本当にですね、僕自身ももともと大食いデカ盛りチャレンジメニューとして、YouTube 活動を始めまして、もちろんですねそれを見たいという視聴者様がかなり、当時は多く集まっていただいたので、しばらくやってないね今でもこういったことを言っていただけるってことはもう本当にありがたいなと思います。で、こちらのコメントにですね返信コメントもありまして、そのお互い言っていただいていることを本当にねどちらもねありがたいと思うんですけれども、今後ですねもちろん、そのテレビ番組とかも結構呼んでいただいているので、そちらの方でもねちゃんと完食したいなっていう気持ちもありまして、そのために今生放送とかでね、チャレンジメニューというかデカ盛りですね、自分で用意したデカ盛りを完食するみたいな生放送でもやったりするので、ぜひねそちらも見ていただければなと思いますし、今後ですね僕のチャンネルでも僕自身がね美味しく食べれれば、まあもちろんデカ盛りでもチャレンジメニューでも今やってるような美味しく紹介したいという気持ちは一緒ではあると思いますので、僕も最後までちゃんと大きいものでも美味しくね完食できるように、僕自身のこの胃の力、復活というかさらにね伸ばせるように頑張っていきたいと思いますので、こういったですね大食いデカ盛りを見たいという視聴者様も今後もですね応援していただけると幸いでございます。ということで本日のコメント返信コーナーはここまでということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。